日本関東地方神奈川県横浜市磯子区、久木町。久木町は神奈川県横浜市磯子区の町名。住居表示が実施されているが、町名は設けられていない。磯子区北部に位置し、南東を国道16号に接する。戸建て住宅や企業の社員寮などが多いが、この周辺はかつては磯子区の中心部で国道沿いに、 浜マーケットをはじめ商店も立ち並ぶ。国道から離れたところには、横浜市立磯子小学校や、磯子フィラデルフィア教会、東海寺母観音などがある。隣接する、磯子1.2丁目には JR 根岸線が走るが、磯子駅までは南に1キロメートルほど離れている。国道には、浜バス停があり、磯子駅方面、根岸駅、本木経由桜木町駅、 横浜駅方面、吉野町経由桜木町駅行きの横浜市営、バス、浦、船町、館内地区経由横浜駅行き及び、磯子駅、杉田駅の京浜急行バスが利用できる。東側を走る疎開道路には、前場と磯子警察署前のバス停があり、資源保存館前から、根岸駅、元町を経由して、桜木町駅を結ぶ横浜市営。 バス二十一系統が運行されている。八百八十九年の市町村制施行の際に、倉木郡両部浦,浦村の一部となった土地で、年4月1 9十一年四月一日に横浜市に編入され、九百二十七年に磯国の一部となる。九百十二年に駿河橋から八幡橋まで開通した横浜市電は九百二十五年四月に磯子、同年十一月に、 杉ぎたの聖天橋まで延伸され、1968年まで運行された。1965年1月1日に、磯国磯子町、滝頭町から久崎町が分離、新設された。町名決定に際し、この一帯の地名である、全場が候補に上がったが、読みやすい町名を、という地元の要望から、旧軍名の、倉木を平易な文字に改め、久崎町とした。 前場の地名は疎海道路のバス停などに残る。第二次世界大戦が終わった1945年には疎海道路沿いに商店が立ち始め、1954年には浜マーケットとしてアーケードが完成した。1957年頃に埋め立てが始まる以前はすぐ近くのネギシ湾で採れた魚が漁師の妻により販売される光景も見られた。磯国役所は 国道の向かい側、現在の磯子消防署の位置にあったが、1964年に根岸線が磯子駅まで開通し、その3年後の1967年に磯子駅前に移転した。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。